下神戸幸平は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将、御家人。記録は十分ではないが、あずま鏡などの記述で、その業績を知ることができる。下神戸氏は、藤原秀里の子孫である、下谷国小山氏の一門。下神戸幸吉の第二、源頼政の支援のもとに、下神戸僧が成立して、着流の小山氏から自立した勢力となった。 頼政廃止配後、雪平は、源頼朝の信頼を得ることで、引き続き下神戸荘を維持した。雪平は、下神戸荘の草地であった。下神戸荘は、かつての渡瀬川下流にあたるふとひ川と、旧と根川に沿って広がる荘園であった。その領域は、茨城県古賀市、五花町、埼玉県加須市にまたがり、平坦で低地が多かった。 八条陰霊の奇神継承縁だったが、頼朝からも改めて安堵された。雪平以後、その子孫が宗児を継承した形跡はない。頼朝没後、雪平の影響力が低下したために、下神戸宗も次第に、北条氏が支配するところとなり、雪平の子孫はその悲観になったと考えられる。なお、影響期によれば、雪平は、 下宇佐古川に古賀城の起源となる城官を築き、拠点とした。東鏡によれば、自称四年の持ち人王の挙兵の際には、父、幸吉と共に、京都で源頼政のもとにあり、その挙兵を源頼朝に知らせた。頼政の廃止後は、小山氏と共に頼朝の挙兵に応じて参陣し、同年十一月、北地国の佐竹氏攻めに参加する。 幼和元年4月、雪平は、頼朝の新城を警護する11名のうちに選ばれた。樹英2年の乃木宮合戦では、小山智正による、志田義弘の擁撃に参加した。自称、樹英の乱では、源の乗りりの軍に従って、樹英3年の一の谷の戦いに参加した。翌年の壇の裏の戦いに際しても、乗り寄りに従って、兵士の背後を遮断するために、 文語国に渡った。この時、自身の甲冑を売って、小舟を買い入れ、その船で戦団の戦闘に立つ。人に甲冑売却を非難されると、神明は惜しまないが、先人は、ぜひ任せてほしいと答えた。文治三連には、頼朝の使者として、千葉ネタネと共に上落し、軍刀を鎮圧した。同年、畠山重忠が、無本の疑いをかけられた時、 キューバの友である雪平が敵人とされて、重忠のもの元に派遣され、鎌倉に戻っての弁明を承諾させた。その結果、重忠への疑いが解ける。文治5年の欧州合戦においては、鎌倉を侵発する、頼朝・三友の列に加わり、厚かしさんの戦いでも奮戦した。雪平は、弓の名手であり、頼朝より、日本武双の弓取りと称賛された。鹿狩りや、 やぶさめ、かさかけ、ゆみはじめなどの居手を数多く任され、よりともの客男のより家に弓を教える師範にもなった。研究6年には、よりともより順問用として、源氏一門と同等に待遇される栄養を与えられた。ゆきひらへの信頼の大きさがうかがえる。よりとも没後は、あずま鏡に登場する頻度が減少するが、元旧2年には、執権法上時世。 義時の不死が、謀反を理由に、畠山重忠を討った、畠山重忠の乱で、雪平も討伐軍に参加したことが記されている。下記の時代小説は、雪平が主人公の文学作品である。ありがとうございます。